さあ今年最後のタンデムスタイルの取材のついでに動画を回させてもらう動画、今回は鈴木の GSX に乗ってこちら神奈川県のですね、キャンプ場にやってまいりました。ここまだもう半分作っていらっしゃる最中でして、一組限定のキャンプ場なんですけど、もうとんでもない絶景のキャンプ場です。続いて早速ですけど、はい、みかん狩りをするということで、はい、みかん狩りができるんですね、ここ。ここ、季節限定なんですけど、あ、ちょうど今の季節、あ、そうなんや。みかんが狩りえます。じゃあ狩りましょう、狩りましょう、はい。あ、すいません、お願いします。打つって大丈夫ですか？あ、僕大丈夫。YouTube、あ、じゃあ今、キャンプ場も一応、まあ、一応作ってる途中で、で、みかん狩りは前からあるんですか？みかん狩りは気分で解放します。あ、気分で。じゃあ、キャンプ来てみかん狩りお願いしますって言ったらやらせてくれる？やらせてあげられるもんがあれば。ああ、その時のみかんの出来具合で。はい、わ、めちゃくちゃいっぱいある。あと今、鳥と戦ってる状態ですよ。あ、鳥が取っていけるんですね。ああ、やって開いちゃってるやつは全部鳥に食われて。ああ、そうなんや。美味しいのは分かりますよ。へえ、あるある、いっぱいある。なってるなってる。富士山が正面に見えるところで。へえ、あっちに富士山が。そう、ここまっすぐ。へえ。でかいよ。ね、結構立派なみかんが。これね、こういって。で、これを。こうと。本当の裏側で。ダメなみかんは皮が剥けやすいんですよ。みかんほど剥けにくい。剥けないです。へえ。で、皮が薄いっていうのが。へえ。簡単に剥けるのは皮の間に隙間があって水分が抜けちゃってるやつなんです。ああ、そういうことなんや。出ました。うまい。うまいわ。甘い。甘みもあるし。あ。出た。ちっちゃいみかん。ちっちゃみかんついてました。エンジェルステップ。そう、エンジェルステップっていう意味。間からこう、線が入ってくるのが、天使が降りてくる道っていうので。ここで調理に行く前に、以前からちょこちょこお伝えしていた得意オリジナルの焚き火台が最終チェック段階に入ったのでお知らせいたします。こちら、得意ビデオストアオリジナル焚き火台、メラタワー。ドラクエ世代なんでメラタワーと名付けました。これね、パッと見てわかると思うんですけど、三段重ねの焚き火台です。ちょっと僕がいろいろネット上とかいろいろ見た中で、世界でこんな三段重ねの焚き火台は僕は見たことないです。今までにない焚き火台を作りたいと思いまして考えました。でですね、と今これ鉄板がオプションなんですけれども、こう鉄板でいろいろ焼き物もできるし、例えば2段目に鉄板を置いて焼き物をしようとか、2段目は炭にしようとか、いろいろできるんですね。これ実はこじらせパンのフライパンをサイズを変えて3つ用意して、それをこれ組み立てです。全部バラバラになるんですけども、つなぎ合わせてこういう形にするんですけど、この2段目と3段目穴が開いてまして、それぞれに薪をくべて下から火をつけるとだんだん上に火が燃え移っていくと、で最終的にはメラメラ燃えるメラタワーになるということなんですけど、これがですね、やっぱりこの炎っていうのは、そういった高さがある方があったかい範囲が広いんですよね。なのでこの3段全部に火をつけて燃やすと非常に暖かい焚き火台になります。後ほどですね、夜景の中でこれが燃えてる姿もお見せいたしますけれども、すんごい綺麗です。で、使い方によって、先ほど鉄板のオプションとかいろいろ使い方によっていろんな使い方ができます。さっき言ったようにですね、例えば2段目に炭を置いて、2段目は炭火で調理ができるようにしようとかいうことにして、鉄板なんかを置きますと、これ上にも下にも言うたら火があるんで、両方挟み込めるような、冷凍ピザであるとか、ちょっとナンを焼くとか、そんな風にも使えます。もちろん普通にオプションの鉄板でお肉焼いたりもできますし、オプションでは網も考えております。でですね、この一番上の段のところにですね、パコッとはめてお湯が溜めれて熱燗を温められるような、そういうオプションも考えてます。とにかくいろんな使い方ができる温かい焚き火が楽しい焚き火台、メラタワーです。さあ、今年も年末恒例のこのトライポッドが立ちました。ちょっと今年はね、
クリスマスの2年連続クリスマス動画、ターキー動画みたいなの作ってたんですけど、はい、今回できなかったんで、はい、現在12月の27日、はい、ちょっとクリスマスに遅れましたけども、はい、今回ターキーということですけど、はいはい、ちょっと待ってください。何を今回はこの1年目は足だけだった肉がですね、はい、2年目は鳥だったんですけども、はい、今年はね、まあ、チキンやったけど普通の鶏やったけど、嘘やんついに、本当のターキー、七面鳥、何これ、あ、書いてあるターキー、はい、アメリカ産冷凍ターキー高っ、6円するやん。いや、でも、もう。1年分の。ちょっと止まらなかった。じゃあ、ガチターキーで、はい、今日はどんな感じにするんですか？やることは、去年と一緒。じゃあ、鳥がターキーになりました。ダッチオーブンで、とりあえず火を入れる。はい。していただいて。で、なんか詰めるんですか、また。あの、しょこりもなく。はい。いろいろ食材買ってきたんで、どれを冷たがりますね。いただくのがいいか、ちょっと。ちなみに何買ってきたんですか？あ、ちょっと待ってください。持ってきます。はい。香草が。ああ、香草類と、はい、ローズマリーとセージ。セージ。で、まあ。まあ、ローズマリーはセージをどうやって使うかよくわからへんけどな。で、僕わかんない。玉ねぎ。まあ、これは、まあ、外側でいくか。そうですね。玉ねぎ。はい。あ、これちょっと面白いんだよ。え？なんか、そうやな。え？ダメ？フルーツ？フルーツ？フルーツは無理でしょう。え？入れない方がいいんですかね。てか、キウイとかオレンジは多分ぐじゅぐじゅなると思うし、ね、リンゴやったらまあまだ、リンゴだけの買ってくれなかった。まあ一応。はいはいはい。どう使う？俺のことなんかフレンチのシェフかなんかと思ってる？あ、まあパプリカもね。はい。はい、で、まあまあ、じゃがいも。まあまあ、まあ、そうね。まあまあ、ね、今のところ詰める系のものがあんまり見られへんけど。どうしよう。出た！出た！いや、チキンライス、はい、チキンライスしてよ。こんなトマト味ついてるやつ入れる。ダメなんですかね、まあ、ダメってことないけど、これの味になっちゃうけど、まあまあ、ええか。もったいないじゃないですか。もったいないのはもったいないですけどね。え、味移っちゃいますかね。まあでも、トマト味つくと考えれば、まあ、まあまあ、まずくはならないと思うんですけど。ちょっとピラフは去年やったんで、今年はちょっと。まあ、同じはうまいけどな。チャーハンは中華のイメージだった。チキンライス詰めて、はい、ターキーにチキン。ほんで、セージとか、もうちょっと詰めの、はい、で、野菜とかは周りに置きましょうか、じゃあ。はい。それでいこう。そうです。バターも買ってました。あ、バターもある。腐ってないし。いや、大丈夫です。もう野菜類はもう豪快に、はい、ドカンドカンと。パプリカも丸ごといっちゃうかもこれ。ちょっと酢がつくだけだ。あ、マジ？これもだんだん入れちゃう。でニンニクも掘り込む。さて、こっからですよ。このターキー、これ冷凍ターキーはこれどう、これ見たことないねんけど、どうやるもんなんのこれは。これなんなん、アメリカ人はこれを買うの毎年。念願の。あ、3年越しの。うわ、ちょっと待って。引っ張らしよう、こっち。ちょっとこっち。うわ、すごい。これ、どう、どうな、あー、え、ちょっと待って、なんかそれ紙、紙や、こうなってんだ、こうなってんだ、じゃあここに詰め
っ込んだらいいよね。あ、もう鳥やな。鳥感あるな。よし、じゃあ入れます。詰めた後、竹串かなんかでこう、あ、止めたいですけどね。どこでどう止まるかわかんないけど。そもそもこのチキンライスに味がついてんのに、この鶏の味をもう骨に入れなくていいっていうね。こんな感じかな。じゃあこれで。よし。ちょっと玉ねぎで蓋しとこう。ここに玉ねぎ入れたね。じゃがいもでも蓋して。いやでもうまそうか。うん、すんごい。せっかく買ってきたフルーツ入れますか。入れましょう。入れましょう。リンゴをちょっと抱いてもらって。去年も見たなこの光景。あれ去年リンゴでしたっけ。何かを抱かせてたような気はしますね。そや、ローズマリーとか入れてみましょう。ちょっと臭み出たらあれやし。一応バターあります。バター、そうです。バターのね、香りやっぱり、いっときましょう。すごいちょっと、黒魔術的な感じになってきましたけど、ね、あの、インディアンのおまじないように政治炊きますからね。あ、そうなんですか。さすがバイク取材で、アメリカ行ってるだけなんですね。重いな。これは例年になく重いですよ。マジですか。これもうちょっと下げないと無理ですね。はい、はい、うちのメラタワーもすごい燃えてます。またこの夜景がいいですね。夜景が素晴らしい。いい音してきた。ジューって言で開けていいもんか見当もつかないですね。1時間って言ってるんですけど1時間測ってないですか。そう、1時間も別にね、どのぐらいの日でどのぐらいの大きさのターキーを 1時間か分かんないですもんね。ちょっと1回開けてみます。超いい音がしそうじゃ。おーおー、いいような気はしますけどね。ちょっとあの切って食ってみましょうか、鶏肉の部分。うん、いけるいける。バッチリ。ちょっと塩コショウをもうちょっとした方がいいけど、あ、でもうん、美味しい。ウェーイ。よし、素晴らしいですね。いただきます。ちょっとこのジャガー一回いってみようかな。うん、美味しいね。ほっこほこほっこほこほっこほこやわこれ。うん、あのローズマリーとか香草の香りついて、はいはい、おめちゃくちゃうまい。あとの部位をどうやって食うかですね。あ、おお、あ、骨だけ取れちゃう。チキンライスはあれなんですかね、温まってるんですか。温まってる。大丈夫ですね。あ、リンゴだ。いや、じゃがいもです、これ。あ、それじゃがいもですか。
いや、リンゴか。リンゴっぽい。リンゴです。うまい。チキンとは違いますよ。なんかチキンよりちょっとこう淡白というか、うん、あっさりめ。あ、うまっ。ジューシーさはあるんですか。パサパサではないですか。全然パサパサじゃない。火の入る具合がちょうどいいです。お。あ、おいしい。うん。チキンライス行きましょうね。行ってください。チキンライスは、はい、冷凍のやつやから、はい、ちょっとリゾットみたいになってます。それはそれで、まあ全然食えるけど、でも全体的に美味しい。おお。どうぞ皆さん。うまっ。え、うまいよ。いや、これうまい。全然パソコンしてないっすね。ね、ちょうど火もこんぐらいでよかったかもしれない。うん。もう構想もなんか丸焦げとかになってないんで、うん、いいですね。ほら、うわー、ちょうどいいわ。うわ。じゃあもう一軒。あ。だっちゃこれ玉ねぎかな。あ、これリンゴだ。あ、でもリンゴうまいじゃないですか。うまいよ。うん。ちょ、若干ニワトリと違いますね、やっぱりね。違いますね。淡白やけど味はある。味ある。うん、じゃがいも探しに焼きや発見。マジっすか。でも取れない。こんなことならじゃがいももっと言いたかったな。じゃがいも。あ、これ。あ、いただきます。あ、重くて食べましたよ。これまだいっぱいあるから大丈夫。